うん、あれはノスリか。勇気のような青い顔をしているが、まさか変なものでも食べたんじゃないだろうな。ノスリ、これ以上負債を作った。ノスリ、なんだどうしとるか。すまない、驚かせてしまったか。しかし声をかけても反応がなかったから、つい大声を出してしまったが、何か悩み事でもあるのか。別に何もないぞ。思いっきり目をそらしながら言うことじゃないな。これ以上負債を作ったらと言っていたが、まさか賭け事か。この反応、図星だな。ノスリ、そなたはそれがしの仲間である。仲間が困っているのであれば手助けしたい。どうかそれがしに打ち明けてくれぬか。押しとる。そうまで言われてしまっては話さないわけにはいかないな。私は地形の把握のため円中門一帯を探索しているのだが、その時に賭博場を見つけてな。以前エンナカムイでは賭け事は禁止されてはいないが、節度を守るべしという例もあって、帝都のような賭博場がないと言っていただろう。それでちょっと不思議に思い、偵察も兼ねて入ってみたのだ。そう言ってるが、ただ遊んでみたかっただけだろうな。最初はほんの少しだけ賭けたのだが、勝てなくてな。勝てないのは悔しいし、一度でも勝てば退散しようと思ったのだが、何度かけても勝てず。気づいたらすっからかんになっていたと。いや、たとえすっからかんになろうと、負けたまま引き下がるわけにはいかないだろう。それで負債をして首が回らなくなっていると。うぐぐ。大体の事情は分かった。都ならわかるが、こんな辺境の地で賭博場とは少し気になるな。奥義に行って調べさせるか。オシトルさん、先日の調査が完了したのでご報告に上がりました。頼む。はい。例の賭博場ですが、イカ様を働いて客から金を巻き上げているようですね。何？それは本当か？イカ様をして金を巻き上げるとは許せんやからだ。この私が天に代わって成敗してくれよ。お前、ノスリがここに来ると知っていて話したな。さあ、何のことでしょう。それよりオシトルさん、僕たちも姉上を追いかけた方がよろしいのでは。分かっている。追いかけるぞ、奥義。貴様らが重ねた悪行の数々、きっちり償わせてやろう。なんでいきなり。貴様がイカ様を行っている壺振り師だな。なっ、イカ様って本当かよ。俺の金を返せ。ちょっとお客さん、人聞きの悪いことは言わないでくださいよ。イカ様なんてそんな真似はしてませんって。おっと、うっかり手が滑ってしまいました。な、てめえ、おい、壺の下にあるサイコロに細い糸が巻きつけてあるぞ。これを引っ張って出目を調整してたのか。やっぱりイカ様じゃねえか。これで貴様がイカ様をしていたことが証明されたな。くっ、こうなってる。せっかくボロ儲けだったのによ。仕方ねえ、
こいつらの身ぐるみを剥いでやろうぜ。見たか、これが正義の鉄槌だ。悪くない。今直すぞ。だと分かった瞬間に強くなる。このままだと姉上が全て倒してしまいそうな勢いですね。そう言いつつお前も倒してるだろう。とはいえこの数なら矢玉が尽きる可能性がある。それがしたちも行くぞ。承知しました。逃がすか。ノスリ、オシトル、止めないでくれ。悪事を働いたあいつらを私が成敗せねば。気持ちはわかるが深追いは危険だ。イカ様を仕込むほど用意周到な奴らだ。奇襲を受けたらどうする。ここは一度撤退するべきだ。姉上、僕もオシトルさんに賛成です。もう分かった。逃がしたのは惜しいが、次に見つけた時は必ず成敗してくれる。そして不当に巻き上げられた私の金を取り戻すのだ。やれやれ、取り戻したところでまた破産しそうな気もするが、まあ言わぬが花か。